皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで今日は、はい、新商品、わお、ちょっと今日は足並み揃ってます。どっちも多分結構撮影日は出たてな頃なんですけれども、そうそうそう、まずマックからタツタが出ました。はい、はい、ありがとうございます。はい、柚子香るおろしチキンタツタ、はい、チキンタツタそしてシャカポテのジャガバター、ベーコンポテトフライもあります。そしてスタバから、スタバからメロンフラペチーノ、はい、でフードはなんかまあいろ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 やってみました。ありがとうございます。これ食べていきたいと思います。せーの、いただきます。これメロン味気になるわね。うわぁ、おいしい、おいしい、メロンおいしいね。うん、うちメロン味のものあんま選ばないわけ。わかる。でもうまいね。うまいね。あのあれの味する、マジで。あのメロンの形の容器に入ってるシャーベット、マジであの味する。え、どう、なんかチキンタツタ急にこの時期できてるけどね。しかもワンピースとコラボしてる。わかる。これね、ユピと話してたんだけど、うん、これ何かしてるわけ、ワンピースはっていう何かやってから足した、マジでパッケージだけじゃないっていう話になって、うん、これ何のコラボなんていう話になったわけ。本当に力を使ってるだけでね。そうだよね、うん、これ知名度使ってるよね、うん、なんかそのなんかここなんかさそう、サンジ監修とかにしてくれればいいのにさ、柚子香っただけなんよこれ。もうこれ食べてみたい。でもジャガバター味っていう、これもよくわかんない、なんで急にジャガバターか柚子とかじゃないんだっていう、うん、なんかうまいよ、うん、美味しい。過去一好きだし、シャカシャカポテトの中でいや、なんかさ、この間さ、何回か会ったことはあるんだけど、私の直接の友達じゃないみたいな、友達の友達で、まあ、その間の子を挟んで何回か一緒に場面で遊んだことあるみたいな子がいたのね、うんうん、男の子だったんだけど、その男の子がなんか失敗かなんかしちゃったよね。全然覚えてないんだけど何をしたか。そしたら、やばい、俺これ帰りかすかみたいな感じに言われたの、うちにうちを見て言われたの。えって思って、待って待って、ちょっとストップストップ。あんまカエル化触れてなかったんだけど、ずっとあのカエル化ブーム早く終われと思ってるからあえて触れてなかったんだけど、ちょっとこれだけ触れたいんだけど、ごめん、猫の話させて、うん、ちょっと待ってってその男の子に言って、うん、ちょっと待って、うちのことをカエル化の子だと思ってるって言ったわけ、うん、まあ、カエル化の人っていうか、カエル化するとは思ってないですけど、結構恋愛やってるじゃないですかって言われてあー、なるほどね、そういうのに厳しいと思ったんだって言ったら、ちょっとこういうの結構幻滅するかなと思って誰が言って、もうちょっと待ってよ、お手上げですまずカエル化に関しては、私は学生時代そういう節はあったみたいな、うんうん、あれってカエル化だったのかなみたいなこともありますし、うんうんうん、声を大きくして言うタイプですから、うん、そういうの全部代弁してますよっていうだけの話ね、動画では、うん、だからうちらに対して、うわカエル化とか、お前らはこれやったらカエル化になるんだろみたいなコメントが最近ちょくちょくつくんですけど、何の煽りにもなっていない、はぁいみたいな、お前ら動画ちゃんと見ろという風にしかなってないんですけれども、うん、身内、うん、友達の友達とかが一番厄介で、厄介だねでしかもカエル化だとは思ってはないですよ、カエル化だと思ってないですけど、恋愛系めっちゃやってますよねみたいな感じになってきた時に、なんかうちがめっちゃめんどくさい人みたいなってんの、うん、こういう男子は嫌だとかやってんじゃん、うん、そういうのをめっちゃある人たちみたいになってんの、うん、募集金やってるって言って、そうなんだよ、そこになっちゃってて、うん、あ、そっかみたいな、うん、そうなっとんのや、うん、しかもなんか何人かいたんだよ、うち以外にも、うん、で誰かが言ったの、あー今のちょっと帰るかってとか言ったら、うん、やばい帰るかすかってうちに言ってきたの、おかしいやろもうそういうさ人になってんだ、そう違うやろって思って、危ないと思ったよね。もうね、でも遅い、もう遅い、もう手遅れ、もう手遅れ、もう手遅れ。しかもなんだけど、うん、この企画で、ね、ムクはまだねうまく逃げ切れてるから、そのままいってほしいわけ、私的には。逃げ切れてんの、うん、やっぱり言ってて、このキャラもあって、きり丸ちゃんとのコラボの時とかも、うん、ゴリゴリってたわけすごいね。あれを常に思ってる人じゃないけど、うん、別に例出せって言われたら、うちエピソードトークとかどんどん出せんの、うん、こういうのどう、こういうのあるよねとかどんどん出せんの、だからうちがどんどんヤバくなってくっていう。なんかさ、どうしたらいい、これはさ、動画としてはめっちゃおもろいわけじゃん。でしょ、正直おもろいじゃん、めっちゃおもろいわけじゃん、うん、しかも女の子もそれを求めてるわけじゃん、うん、でも自分に害も来てるわけでしょそういう風に、もう規模が規模になってきていて、うんうん、私生活への影響がもうヤバすぎってことにはなってる、確かに。でもやめれないよ、うち。でもさ、うまく使おうよ、じゃあそれを。だから、そのギャップ豆ってこと。そう、ギャップ豆、ギャップ豆、ギャップ豆として使うしかないと思う。もうじゃあマイナスからの方がギャップ豆狙いやすいからね、チャラ男原理ね。確かに、うん、実際はそんなことないよ。うん、そうとか、もうこれで好きになっちゃうから女の子はなるほどなぜかなでも、ところが、うん、ところで一方、うん、こちら UP マンさんと話してました、はい、出会いがないよねって話になった時に、うちは DM しようってなったわけ、あ、うん、DM とかしないの、エナピンみたいな、うん、走りしないんだよね、だから友達も増えないのって言って、うん、別に男は女に限らず、うん、DM を人にしないと、わかる、すればいいやみたいな、うん、別に変なことじゃないよねって、連絡をそこでするのは、うん、ってなったのね、自分も腑に落ちたわけ、うん、ってなって、待って、うん、DM の始め方って何って聞いたの、うち DM の1個目って何送ればいいのって言ったの、うち
それもわからない。そう。で、ゆうぴまに、あんたどんだけ募集系やってんのって言われて、あそこであんたは何を学んでるわけって言われて、いやだからそうなのよ。うちとしては、あれは本当に人の意見を聞いてるだけで、自分は何も身にはなってないわけ。なってない。あそこで募集したものが。これが現実。むしろ、いろんな意見を聞きすぎて、人よりも知識が無駄に多いわけ、多分。だから、これやったら、わざとらしすぎるよね、とかを、が分かんなくなってきてるの、そのラインが。あ、いろいろ聞きすぎてってこと？うん。例えばさ、男の車にピアス置いてきて、はい、それを、口実にもう一回会うとかってさ、結構もう定番化っていうか、聞いたことあるものになってるじゃん。うん、いろんな人が。とか、写真撮ってそれを送る口実で LINE 交換するとか、うん、そういうのとかって結構もう、巷で言われすぎて、うん、逆にやりづらいみたいなのってあったりするじゃん。ある。こいつ、そういうテクニック使おうとしてるな、みたいな。うん、それが、巷で聞くレベルがどこら辺か分かってないの、うち。動画でいっぱい聞いちゃってるから。あ、そういうことね。そう。人よりも、それって巷で有名だよねって思ってんの、いろんなことに対して。うんうん、だから何をやれにも、いや、これって結構わざとらしいよね、みたいな。でも実際はそんなことないとかもあると思うの、うん、でもうちの中ではいろんな話聞きすぎて全部がわざとらしく感じるの、うん、やってたら職業病なくない、うん、なんかその情報をうちらは結構知ってるのがベースだから、そうでもその一般的にはどうみたいな、そうこの話題今有名だけど、うん、それって今これ話しても通じる、うん、とかわかる。でも結構インフルエンサーの友達とかだと通じるのが普通じゃん、そうっていうのでそれとはまたちょっと違うけどそういうことあるから、そうなのわかるとかもあるんだよね、うん、だから実際にはうちはそんなことないよ、楽しい要するにマジで言いたいことは何や、そんなことないから、どうやってご飯にさせればいいか分かんない豆だから全然よろしくね。この動画が見られないとだから見られないんだよね、新商品は男の人に女の子だから新商品取り付けろ、ここで言っても言ってもだよ、ダメよ女の子だからね、男子必見付けよ、男子必読必読ってなんだよえ、ブルーロック見てた、見た続き。ブルドッグ？あ、ブルーロック？うん。見てない。なんなんもう。めんどくさくなっちゃった。30分絶対に拘束されるわけじゃん。20分。20分絶対に拘束されるわけじゃん。うん。しかも、見逃せないわけじゃん。1秒たりとも。いつ見ようってなる。メイクしながらとか見れないじゃん、まず。見ちゃう。それやめた方がいいよ。なんだよ。大事なとこ見逃してる、絶対。ちゃんと見たいタイプなんだね。うん。だって、その時の表情とか、ちょっとした描写とかが後からとかあるわけじゃん。うん。それを後から見た時に、そんなのあったっけってなりたくないから、ちゃんと見たいね。ちゃんともうソファーで寝っ転がってみたいな。寝っ転がってね。寝っ転がってるんだけど。なんで言うのそれぐらい何にもやることがない状態でやりたいわけ。ながらみは無理ってことね。うん、でも見たいとは思ってる。ちぎりくん、うん、いいからね。ちぎりくんいいからね。ちぎり倒しだっけ。この間ちぎりよかった。ちぎりよかったしよ。でもその後に出てくるキャラもいいから。結局ねー、まだ定まるわけないのよ。はい。なら、何だろう。高い確かに確かに。でももう、うちやっぱ強いキャラ好きだね。あー、じゃあこれからじゃあいいじゃん。他のもっと強いキャラ出てくる。だってまだ戦ってないでしょ、V と。そうだ、一番強いとこね。うん。え、敵キャラ？でもこれ難しいとこ、ブルーロックって。敵も味方もないじゃんっていう。てか、みんな敵じゃんみたいな。ちゃうねん、うちの中での敵味方の話は。全然ちゃうねん、あんた。だって、ブルーロックそもそももう、1対1じゃん、結局。そやけど、今は、Z のグループの話をしてんやんか。あん中で勝ち残るのは最終的には一人だけど、今は Z で団結してるやん。そうだね。うん。V で団結してて戦うやんから。あいつが敵やん。じゃあ敵だよ。敵がでもだからあいつでしょ ?V の。あ、そう。あの、めんどくさがりの。あいつとか超好きだから。絶対そうだよ。めんどくさいのに強いのずるいから。五条悟るみたいなもんでしょ。うん。余裕ありまくりみたいな。そう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 。ね。うん。フォークスみたいな感じでしょ。フォークス？ちょっとチャラいくて、うん、でも正義感たっぷりみたいな。あ、そうなんだ。うん。あんま広がっちゃったか。ね、あれか。でも、サンジとかでしょ。うん、違うんだ。ちゃんぴさんま通ってないから。まあいいよ、まあいいよ。まあいいよ。でもそう、好きだから。見よう、でもブルーロックは。見て。ガチで。うん、ガチで見て。ガチで見る。そう。うん。でも。よかったー。今、何にも考えてない人がいた。言葉発したいだけだよね。言葉とかじゃない、もう音として、うん、そうそう、音を言いたいだけ。なんか音を発したいだけ、うん、ということで、今日のお話は男子絶対見ろでした。バイバーイ。バイバーイ。